望月凛です。今回はホスピス医として3500人もの患者を看取ってきた小沢武俊さんの書かれた、もしあと1年で人生が終わるとしたらを解説していきます。ホスピス医とは、治療が不可能な患者さんたちが穏やかな日々を過ごせるよう導く医者のことだ。そんな仕事を25年間してきた著者は、死を前に人生を振り返って、もっとこうしておけばよかったとか、こんな風に生きればよかったと後悔する人が多いことに気づいたのだそうだ。そんな後悔を少しでも減らすために、もしあと1年で人生が終わるとしたらと自分に問いかけてみてほしい。本当に何が起こるかわからないんだぞ。何の疑問もなく明日のことを語ることができるというのは、それだけで大きな宝物を手にしているようなものなのだ。今日の授業を受ければ、できるだけ後悔の少ない最後を迎えることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。一つ目は、どうしてもやりたいことはあるか、だな。もし一年で人生が終わるとしたら、何をしたいかをまず考えてみてほしい。アメリカとか、フィンランドとか行ってみたいですね。あと仕事で結果を残したいかな。あと、彼女とディズニーデートしたしさ。お前彼女いたのか？いないっす。お前は、その夢を実行するべきだろう。なぜなら、やり残した後悔は人生の後半になればなるほど重くなっていくからな。お笑い芸人の三浦康子さんは50歳でカナダのバンクーバーに留学している。おそらく後悔のない人生を送るために思い切ってやってみたことだろう。これで三浦さんは、本当はカナダに留学してみたかったんだよな、できなかったなって思いながら、病院の天井を見上げて死ぬことはないわけだ。未練タラタラの最後を送るくらいならカナダに行ったけど全然ダメだったなの方が100倍マシだ。もし1年で人生が終わるとしたら、何をしたいかで出てくる答えは人それぞれ違うはずだ。自分から出てきた答えを大切にして実行するのだ。次は、もし1年で人生が終わるのなら今の仕事でいいのかを考えてみてほしい。考えておくべきなのは、自分一人が幸せになることで得られる幸福感には限界があるということだ。例えば 100% 自分の金、名誉、地位のためだけに働いています、他人とかどうでもいいですっていう人が幸せになるには限界があるんだ。逆に、誰かのためになっているようなことが実感できる仕事は幸福になりやすい。世界各国で寄付のように他人に利益を与える行動をする人は幸福度が高い傾向にあった。時間、労力、お金などを自分が使って他人に利益を与える行動こそが幸せになりやすい仕事なんだ。なんで他人に与えることで幸せになれるんですか？他人に分け与えることで自分の豊かさを実感できるからだ。赤ちゃんに母乳を与える行為はまさしくそれだ。あれで嫌な気分になる母親はいない。なぜなら、赤ちゃんに母乳を与えることで自分の豊かさを実感できるからだ。そういう意味では、自分の仕事が他人のためになっていると実感できている人は、あと1年で人生が終わるとしても仕事を続けるというだろう。今一度、自分は仕事で誰かを喜ばせられているのかを考えてみるといいだろう。次は、もし1年で人生が終わるのなら今悩んでいることで悩むか、だな。人の悩みの9割が人間関係と言われている。自分の容姿や能力を他人と比べて落ち込んだり、または優越感に浸ったという経験は誰でもあるだろう。だが、病気になって死を目前にすると、あの人と比べて顔が悪いとか能力が低いなんてことで悩まなくなる。なぜなら、死期を迎えたら体の自由が効かなくなるし、歩ける距離が短くなり、食事量が減っていき、排泄さえも人の助けを借りないとできない場合があるからだ。そうなると、人と比べて一喜一憂することがくだらないことに気づき、今まで通りの普通の日常を過ごしたいと思うようになる。著者は、3500人の患者を看取った経験から、誰かと競争したり他者と自分を比較しているうちは心に平和が訪れることはないと気づいたそうだ。今一度、もし1年で人生が終わるのなら今悩んでいることで悩むかを考えてみてほしい。次は、自分らしく生きているか、だな。もし1年で人生が終わるのなら、誰だって自分らしく生きたいはずだ。別に一緒にいたいと思えない友達となんとなく一緒にいたり、気持ちが冷めきっているのに夫婦を続けている人もいるだろう。やっと離婚して自分らしく生きていこうとした時に、突然癌になり病室で寝たきりの状態で自分らしく生きられなかった我慢の人生を後悔する患者はとても多い。私たちは毎日、何を食べるのかや、どこに行くのか、誰と過ごすのかといった様々な選択を繰り返して生きている。病気になると、その選択の幅は一気に狭まる。食べられるものも行ける場所も少なくなる。そうなって初めて自分の好きなものを選択できる喜びを知るのだ。どうしても人に合わせてしまう性格の人もいますよね。そういう人は一度、自分一人になってみて、何を食べるのかや何をするのかを意識して選んでみるといいだろう。自分一人で行動してみると、本当は自分が何を望んでいるのかが明確になってきて、自分らしい選択ができるようになる。次は、いくつになっても新しい一歩を踏み出すこと。
ことだな。もしあと1年で人生が終わるのならと考えた時に、あと1年なら悔いが残らないように生きてみようという人と、あと1年なら何をやってもダメだという人に分かれる。人間というのは未来に希望を持てなければ今日1日を大切に過ごすことができない生き物だ。今よりもっと良くなると思えるから今日も楽しく生きられるわけだ。未来が少しでも良くなっているのなら今を生きる活力になるのだ。60歳を超えてから YouTube を始める人がいるだろう。他にも60歳を超えてからプロゲーマーを目指したり、料理を始めたり、マラソンを始めたり、人間は成長を感じて未来がもっと良くなっていると思えると今生きることに活力が湧いてくるんだ。ベッドで寝たきりになってくよくよしているくらいなら、いくつになっても何かを目指して挑戦し続けた方が人生はずっと楽しいだろう。次は努力をした事実は残るだな。未来に希望を持って努力したとしてもうまくいかないこともあるでしょうよ。そうだな。老人がプロゲーマーになっても勝てないかもしれないし、60歳を超えてから YouTube を始めても伸びないかもしれない。マラソンでもいいタイムを出せないかもな。夢中になって楽しめたらそれでいいじゃないか。もしあと1年で人生が終わるのならと考えた時、うまくいこうがいかなかろうが私たちは最後は死ぬわけだ。だったら時間内で楽しんだもの勝ちだ。それに他人と比べるよりも自分の成長を楽しめればいい。それならいくつからでも可能なはずだ。人生を最大限楽しむにはまず未来に希望を持つことが大切だ。そのために何かを目指して本気になる必要がある。そうすればベッドで天井を見上げながらため息をついて最後の一年を過ごさずに済む。その結果たとえいい結果が出なくても努力をしたという事実は残る。努力をする過程で人は必ず何かを学んでいるのだ。新しいことを学ぶことは成長だ。本気で熱くなって人生を楽しんでいれば未練なく死を迎えることができるだろう。次はもっと家族の時間を大事にするだな。お前もしあと1年で人生が終わるのなら誰と会う？やっぱり家族かな。死を前にした患者の口からよく出てくるのももっと家族の時間を大事にすればよかっただな。元気な時は家族よりも仕事を優先するし、社内で多くの人と関わるため孤独感もない。だが第一線を退いて仕事を退職し体の自由が効かなくなってきたりすると、自分の身の回りには会社の同僚でも友達でもなく家族しか残っていないことが多いのだ。若い人の中には仕事が忙しくて両親に年に1回くらいしか会えなかったりする人も多いだろう。あと何回大切な人に会えるのかを考えてみると意外に少ないはずだ。なるほど。でも仕事も大切ですよね。もちろん全てを手に入れることはできない。多くの患者たちが言うように少しだけ大切な人との時間を優先すると後悔は少ないだろう。最後は誰だって生きているだけで価値があるだな。多くの患者は人生が終わる時に自分の人生に意味があったのかを考えるのだそうだ。実際に患者の中には体が動かなくて何もできない自分には価値がない、生きていても迷惑をかけるだけだ、自分の人生には意味がないと思う人も多い。しかしだ、患者がいるから医師と看護師の仕事があるわけだ。誰だって生きていれば家賃や光熱費、食べ物、水を消費するし、動画や漫画などのコンテンツだって見る、電車にも乗るし、タクシーだって利用するだろう。それが回り回って誰かの収入になっているわけだ。もっと言うと息子や娘、親からすれば生きているだけで心の支えになっているかもしれない。だから誰だって生きているだけで価値があると著者は言っているのだ。大事なのは自分の生きている意味をしっかり見つけておくことだ。それが人生が終わる時に豊かさを手に入れるために必要なことなんだ。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。